1852年、アメリカ合衆国大統領選挙。1852年、アメリカ合衆国大統領選挙。1852年、アメリカ合衆国大統領選挙。A.United States Presidential Election.1852 は、多くの意味で1844年、アメリカ合衆国大統領選挙の再現となった。 現職の大統領は戦争の英雄であった前大統領の死によって大統領職を継いだ保育党員であった。この1852年ではザカリー・テラー将軍を継いだのがミラード・フィルモアだった。保育党は現職を候補者指名から外し、フィルモアの代わりに戦争の英雄であるウィンフィールド・スコット将軍を選んだ。民主党は1844年と同様に ダークホースであるフランクリン・ピアースを候補者に指名した。ホイック党は1844年と同じく民主党候補者の知名度の無差を選挙運動で攻撃したが、1844年と全く同じようにこの戦略は失敗した。ピアースと副大統領候補のウィリアム・キングは、ウィンフィールド・スコットと、その副大統領候補、ノースカロライナ州出身のウィリアム・グラハムを打ち砕き、 選挙人投票で254票対42票という、当時としては最大の勝利をつかむことになった。この選挙の後、ホイッグ党はその政治生命が終わった。まもなく民主党の主要対抗政党は、新興の共和党に置き換えられた。ホイッグ党の候補者1852年のホイッグ党、党員指名集会は、ボルティモアで開催され、ひどく分裂した。 フィルモア大統領の支持者たちは1850年協定の成功と1850年から1851年にかけて南部州が脱退の動きを見せそれ失敗したことを大統領の成果に挙げた。北部の保育党員は1850年協定が北部よりも南部の奴隷所有者の利点になったと信じていた。北部保育党はバージニア州出身で 米北戦争の英雄、スコット将軍を好んだ。スコットは、アメリカ陸軍兵士の外観や規律にうるさかったので、念取ったから騒ぎというニックネームをもら、いたが、尊敬され、大衆からは幾分オシャレとも見られていた。ニューイングランドからの大議員の大半がウェブスターを支持、したので集会は暗章に乗り上げた。第一回の投票では、フィルモアが、南部大議員病のうち四人を除いて、 すべてを獲得したが、北部大議員からはわずか18票という結果になった。フィルモアが133票、スコットが131票、ウェブスターは29票であった。53回目の投票でも、まだ地区に偏った結果ではあったが、スコットが159票対112票、ウェブスターは21票で指名された。スコットは、北部票を142対11。 ウェブスターは21票で制し、フィルモアは南部票を101対17で制していた。ウィリアム・グラハムが副大統領候補として選ばれた。1852年選挙は、ホイック党が大統領候補者を指名したことでは、最後のものとなり、選挙後に党は分裂し、その存在を止めた。民主党の候補者、民主党は一般選挙での敗北を予測し、 誰を候補者にすべきかで意見の一致を見なかった。1848年の時の指名候補者であったカス・マーシー及びダグラスはそれなりの支持を得ていた。最終的に49回目の投票で妥協の候補者として事実上あまり知名度の高くないニューハンプシャー州出身のフランクリン・ピアースを指名した。ピアースは元アメリカ合衆国会議員及び 上院議員であった。アラバマ州の上院議員、ウィリアム・キングが副大統領候補に選ばれた。ホイック党の綱領は民主党の綱領と大差のないものであり、選挙運動は二人の候補者の性格の違いに終始することになった。二つの政党に分かりやすい違いがないことは1836年以来、最低の投票率と結果に現れた。この傾向はスコットが、 反奴隷制であるという評判で、さらに悪化し、南部保育党の票を激減させ、同時に奴隷制用語という保育党の高量は、北部保育党の票を減らした。最終的に、スコットの戦争の英雄であるという社会的地位は、ピアース自身も、米国戦争の時の順序であったという事実によって、薄まり、スコットは、ケンタッキー州、テネシー州、 マサチューセッツ州及びバーモント州のみを制しただけで完敗につながった。この壊滅的な敗北の結果として、また奴隷制を擁護する南部人と反奴隷制を歌う北部人の党派内対立の激化のために、ホイック党は1852年選挙の後すぐに分裂し、その存在を止めた。南部ホイック党員の中には、 民主党に倶り替えした者もおり、一方多くの北部保育党員は1854年に新しく共和党を作る時に貢献した。両派の保育党員の中で1856年アメリカ合衆国大統領選挙の時に、いわゆるノーナッシング党を支持した者もいい。一般選挙の数字にはサウスカロライナ州のものが含まれていない。サウスカロライナ州では一般選挙によらず、 衆議会が選挙人を指名した。統一用語のホイック党員によって作られた統一党の詳細については、マイケル・カイ・ホルトのザライズフォールオブザホイックパーティージャックスニアン・ポリティクスザオンセットオブティーシバル b b ャ r プターズ 19&20 を参照。出展、プレジデンシャル・バラッツ。 1836,892pp24757 副大統領候補になった二人ともにノースカロライナ州で生まれており20年ほどの開きはあるがノースカロライナ大学チャペルヒルコで学んだ在学中に対抗するディベート仲間弁償法協会と博愛主義協会の会員であった二人ともにノースカロライナ州の政界で活動しキングは アラバマ州に移住する前に会議員となり、グラハムは州知事を務めた。キングは副大統領としての就任先生から1ヶ月半後の1853年4月18日に死に任期が最短の副大統領となった。キングの公認は指名されなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。